店未商店。こんにちは。こんばんは。こんばんはですね。はい。商店に商店です。はい。今日は祖師ヶ谷大蔵に来ました。はい。でも真っ暗でよくわからないです。そうですね。はい。あのお名前どうぞ。レポーター役としては約1年ぶりのパクリかと言います。そんな細かい条件はええねん。いや、いいんですよ。そういうのが必要なんですよ。そうなんですか。はい。パクリ数え。はい。コメディマジックですけども。はい。今日はお店紹介してくれるということで。そうなんですよ。実はあの、はい、そこのお店の店主さんが、はい、なんかイベントみたいな。まあ、イベントやってて、はい、それで知り合って、はいはい、今日取材ということになりました、はい、何屋さんですか？フレンチ酒場って言ってますね。よくわかんないんですけど、はい、なんかいろんなものが出るらしいです。なるほど、はい、分かりました。お楽しみに、はい、行ってみましょう、はい、というわけで、あの星川よくらはあの、はい、ウルトラマンが有名なので、あ、ウルトラマン商店街。前回来たけど全然わかんなかったですよ。まあ、ちょっと駅からちょっと一瞬外れますからね。あ、こっち側なんですよ、お店。そうですね、商店街の方からちょっと一瞬外れた。あ、こっちはじゃあウルトラマン商店街じゃないんですね。いや、ウルトラマン商店街だと思いますよ。じゃあ、ああいう人形とかが何かまつわるものが、看板とかはよくあると思うんですが。あ、全然見てなかったな。まあ、じゃあその辺の話も聞いてくださいよ、店主さんに。そうですね、多分あの元々成城学園でなんか20年以上お店やってたそうなんです。洋食かなんかの、はい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 、で地元の人なんで詳しいはずです。なるほど。なんか歩いて1分ぐらいですか？そうです。はい。北口を出てですね。北口、そうです。はい、北口で。はい、こっち折れます。こっちの商店。完全にウルトラマン商店街で書いてる。あ、全然気がつかなかったんだ。いや、タクシーで送ってもらったんですよ。本当に。あの場所、会場が千川にあって。はいはいはい。あの、お店で食事はしたことあるんですか？あ、一回あの打ち上げで送ってもらって。はいはいはい。これです、これ。ここちょっと待って、これ目印がいるじゃん。あ、これそれ目印？目印、お菓子の町岡。そうですね、これぐらいしかないですね、うん、中尾後ろから人が、はい、はい、行きましょう。ちょっと見てもらっていいですか？はい、どうぞ。まあ、今日ここなんですけど、はい、このフレンチ、居酒屋フレンチ、なんか以前は別のお店だったんですけど、はい、それをなんかもうなんか前のお店の名前とこれをなんか合体させてこういう、あ、こっちになったんじゃないですか、はい、じゃあフレンチ酒場ムツゴロウ、こういう長い名前になったそうです。なるほどね。ちょっとこっち見ていただきたい、はい、なかなか渋いですよ。ぐるーっとなんか壁でわかんないですけど、はい、みんなスナック街だそうです。テレビの取材もなちょくちょく来るらしいです。まあ、あの昔のなんとか横丁的なところですね。そうですね。あのさあ、というわけで、はい、はい、じゃあお店の中に入ってみましょうか。はい、やってきました、はい、フレンチ酒場、ムツゴロウとマーマレードの入り口はこちらなんですね、はい、そうですね。いや、2つ一応あるんですけどね、お客さんの人数によってこっちから入るか、こっちから入るか、あの隙間から見えてますけど、カウンター席なんでこっちから入ってもいいし、そうですね、こっちから入ってもいいし、お好みによって、はい、いろいろありますね。じゃあ行きます。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。はい。お邪魔します。あ、どうもこんにちは。こんばんは。いただいてます。ビールでやってます。パクリ数えのお友達ですか？お友達というほどまだ親しくはないんですけども、はい、お知り合い。そうですね、ちょっと話長くなるんですけど大丈夫ですか？カットします。じゃあまあカット前提で話しますよ。はい、はい、千川寄せっていうんですかね、あれは。そうですね、はい、千川の方でそういうイベントがありまして、はい、その主催者さんでやってられました、はいはい、自分あの出演者で、はい、その時にお知り合いになったというわけです。で、打ち上げでこちらのお店来て、はい、で、あーでこういう自分実はこういうテクテクっていうのをたまに出てるんで、はい、もしよければっていうんで、はい、全然短いじゃないですか。全然カットしなくてよかったですよ。ああ、余計です。はい、演者仲間。演者仲間ですね。こちらの方も、はい、自分は見たことないですよ。あの落語とかやってるそうです。そうそう、やりましょうか。あ、はいはい、すごい、早速。これ初めて見るでしょ、はい、世界に一つだけの楽器、ソロバンギターって言いますね。それ作ったんですか？そうそう。あら、そうですよね。うん、ここで明らかに作ってますよね。そうそう。はい、いいよ。このソロ版ごあさんになる。
初めてこの店でやりました。そうそう、なるほど。そう、これ替え歌ですよね。そうそう、自分で替え歌です。もちろん。そんなとこからだから。お名前を聞いてないの。お名前。そろばん漫談やるときは、はい、トニー・シモン。トニー・シモン、うん、昔ね、トニー・ダニーって言われたんだ。あなたのお名前なんての、はい、うん、まあでも21世紀だから、はい、ロックにしました。ロック、うん、まあエアギターをつけたような。ちなみにこのソロ版は前のお店で使ってたんですか、うん、そう、これも100年ぐらいあるんですよ、まあ、こういうやつもレジスタ、ね、はい、これも100年ぐらい。そうですね、うん、そうそう、もうだ5円が今の5000円ぐらいですね。あ、そんな価値、そうそう、あ、すごい、すごい、だから大体80銭、だ1円の80%。今日全部安くなる。はい。え、で、天使さんをやってる時はお名前なんて言うんですか。天使はもうトニー下ですけど、はい、あの落語やってる時は家電亭エンジョイってね、エンジョイ。まあエンジョイしながらやってる。いろいろ名前があるんですね。そうそう。はい、うん、それでまあお客さんで今日はね。落語さんも来てるし、芸人さんもうちは多いですので、はい、店主の時はトニー下なんですか。あ、名刺が、うん、あ、これね、あ、本当だ。トニーって呼ばなきゃダメなの。そしたらそうそう、トニーだったんですね、うん、で今日は常連さんというかお友達ということで、常連さんも楽しみ、プロの話かさんです、はい、お邪魔してます。どうもこんばんは、はい、三笑亭亀治と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いただいてます、はい、こちら皆さんお名前とかお聞きしてもいいですか。あ、もう僕はもう亀治さんの大ファンとお店の大ファンで土井と申します。あ、よろしくお願いします。私、はい、長吉と申します。長吉さん、芸名はいいですか。芸名もよかったら言ってください。芸名はバイリエンカチ楽しき和夫と申します。あ、はい、いいですか、こちらと申します。あ、私はひろしです。はい、お願いします。はい、こちら、あ、私、はい、私は丹沢です。はい、はい、素人です。素人だ。内田さんは素人だよ。阿部です。はい、こんにちは。こちらはさんで常連さんなんですか。そうです、私はね、はい、くっついてきました、常連さんに。あ、なるほど。一番の常連は阿部さん。あ、本当ですか。あ、本当ですか。はい、わかりました。合わなかった。じゃあ、いろいろ珍しいです。お話を聞いてみましょう。まず、はい、お店紹介というか、そうですよ、お店どんな料理が、そう、その辺の自分もよく分かんないんですよ。そうですね、はい、一応ここはね、まあ、このビル自体が丸吉飲食街っていいまして55年ぐらい経ってるんですね。あ、そう、だからね、周りもね、あとレトロの風景撮ってもらうといいんだけど、はい、2階にも飲み屋街、まあ、今だとカラオケスナックが14軒ぐらい入ってる。あ、もう迷路のようになってますよ、うんうん、じゃあ迷っちゃう人もいいんですか。そうそう、もう迷っちゃうどころか、昨日はねトイレで寝てる人が2人ぐらいいましたけどね。私も朝まで飲んじゃうんだけどね、店があると、はい、まあ楽しいとこなんですけど、多分祖師ヶ谷でも知らない人が多いんですね。まあ祖師ヶ谷商店街っていうのはね、ウルトラマン商店街っていうんですね、はい、つぶやらプロがあったから、はい、ね、それでウルトラマンのモニュメントがいっぱいあるでしょ、さっき銅像の前で撮ったんですけど、そうそう、はい、ここはね、ウラトラマンなんです。ウルトラマン、ウラトラマン飲み屋街。あ、そうすると、まあ一応著作権に引っかかんないように、ウルトラマンって言っちゃうとね、引っかかるから、ウラトラマン。それでまあそういう人生はね、正義の味方ばっかりじゃなくて、やっぱり裏を歩いてる人たちも楽しめるような庶民の店をやろうと思って、ここはねフレンチ酒場、まあ、ムツゴロウとマーマレード、はい、ムツゴロウっていうのはもう40年ぐらいやってますので、私は成城でマーマレードっていうのを20年やってて、はい、それが合体して2ヶ月前にオープンしました。あ、うん、それでも今ね、こんな常連さんに愛されてすごい素敵な雰囲気になりましたし、はい、だ、食べ物はね、一応フランスといってもね、お客さんにこういうものもね、この珍しい食べ物、それ本物ですよ、ね、本物、コリンキーってね。、はい、これもね、あの向こうの阿部さんからもらったんだけど、お客さんがね、差し入れして、まあ、これを新しい食べ方を開発するっていうんだね、命題で、うん、まあ後でご馳走しますので、はい、うん、コリンキーっていうアフリカ原産だけど、今日本で売り出し中の食べ物。あ、そうなんですか、うん、だから創作料理ですね、うん、うん、こういうピータンとか、ね、卵珍しいですね。そう、フレンチピータン、うん、あはは、これもフランス流にアレンジして出します。2つの店が合体したんですか。そうなんですよ、だから飲み屋と
まあマーマレードっていうのはまあ本当フレンチをね。マーマレードをやってされた。そうそう、正常で21年。ムツゴロウされた方はどこ行ったんですか。ムツゴロウどこ行っちゃったんだ。詳しく知ってる人誰か。有明海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 に九州帰っちゃったんですかね。九州。そうそうそう。でもあの九州のムツゴロウじゃなくてムツゴロウさんの方のムツゴロウでつけたらしいです。ああ、はい、どうぞ。だからムツゴロウと愉快の仲間たちみたいな雰囲気。ああ、なるほど。そうそう。なるほど。お店の雰囲気ぴったりです。はい、ありがとうございました。そういうことですね。はいはい、まあ飲み物はワイン中心でまあ何でもありますし、はい、うん、こんな料理作ってくれてたら作ります。おお。うん。ただ遅くなると私も飲んでるのでね。味がちょっと言われますけど。マーマレードは長かったんですか。マーマレード21年間。21年間。でずっと料理人をされてたんですか、それの。そうそう、なんか料理人って言われたらなんかかっこいい。芸人って言われるからやっぱりちょっと堅気な感じされる。どうですかね、料理のお味の。いやもううまいのなんのって。料理美味しいですよ。これ今何を食べてるんですか。豚足。あ、豚足なんですか。豚足のなんですか、煮こごりになるんですか、マスター。そう、これはだから冷やすと煮こごりになって、コラーゲンがたっぷりね。それをだから今度冬にするとワイン入れてワインで煮るんですよ。結局は豚足はちょっと硬いから箸で食べにくいじゃないですか、うん、だから煮込んで柔らかくしてね、創作料理だよね。そうそう、ね、これはコンソメで煮いただけ、コンソメでね。マクリさんと僕はあれですよね、2回目ですけど、1回目の時はね、あのそこの辺で買ってきた料理を出されたっていう。そうそう、今日が初めてのそうそう料理ですよ。打ち上げの時はね、基本的に私も作りたくなくなってます、ね、自分を飲みたくな、はいはいはい、まあ今日はね本格的な。なるほど。楽しんでもらいます。こう一押しとか二押し、そうですね、おすすめの料理とかなんか、はい、こう紹介とかありますか。困ったね。すべてがおすすめ。嫌なこと言うね。え、なんかお気に入りの料理とかありますか。うん、なんかありますか。フレンチピータン。あ、フレンチピータン。フレンチピータン。フレンチピータンどうやって食べるんですか。そのまま。違う。これをね、はい、まあ剥いて。はい、まあ、結局タルタルソースは生卵じゃなくてゆで卵で作るでしょ、うん、これはアヒルの卵をタルタルソース状にするんですけど、うん、ラディッシュを混ぜてそれでマヨネーズとあえてそれをパンに塗って食べる。フレンチピータンと普通のピータンとの違いは何かあるんですか、うん、これ自体は変わんないです。特に変わらない。変わんないです、うん、食べ方が。食べ方、あ、なるほど、うん、はいはいはい。ではないんですけど、おすすめがあの白黒テレビなんですよ。そうそう、確かに、確かに、これは本当すごいんですよ。そうそう、確かに。まずから説明した方がいいですよ。カラクリ教えてよ。そうね、だって今地デジですよ、地デジ。地デジ白黒テレビで私だけ。白黒は本物の白黒のテレビですか。そうですよ、だから普通の映りますよ、普通の放送も。おー、これ今普通のテレビやってる、うん、はい、あ、民放。さあ、続いて第7位。白黒切り上げできないんですよね。そう、うん、それ目が疲れないでしょ、白黒。うん、ああ、そう言われると、ね、ただ、決定はね、天気予報ね、今日みたいな暑い時ね、今日なんか35度、今でも30度に、30度以上の赤い部分、そうとか言われても、赤と青の違いが分かんないですね。あともっと問題なのはサッカー、あー日韓戦ね、そうですね、はいはい、赤と青がね、もう自分でどっちだな、どちらに行ったんだ、みんな同じに見える。マスター、料理のおすすめはムツゴロウカレーじゃないですか。ムツゴロウカレー、あ、うん、書いてある名物、ちょうどムツゴロウカレー、ムツゴロウカレー、ムツゴロウが入ってるんですか。ムツゴロウが入ってる。あの具がね、6つ、あ、6つか、5つぐらい入ってる。1回吸ってガムツゴロ、曖昧なとこがいいですね。曖昧な、曖昧な。じゃあ5個の場合はゴロカレーだから6つか5つぐらいのカレー、6つか5つで6つぐらいのゴロカレー、一気にこうやってきた。ここにメニューが、知らなかった、はい、これはワインですね、うん、なんかつまみとかいろいろ書いてありますね。そうそうね、ここでみんなでね、生演奏でね、はい、あのシャンソンを歌ったり、なんかカルピスの、うん、そういうこともイベントごともある。そうそう、だから今度はね、あの落語さんもいるから、うん、落語会もここでね、はい、歌こうと思ってます、できて、まあ、イベントが好きだからね、なるほど、まあ、自分もやるんだけ ど、はい、ね、それ楽しいことが、うん、まあ、基本的には料理出すのとあのね、自分で漫談やったりするのはもう同じ感覚でやってますから、うんうん、創作でお客さんを楽しませる、うんうん、あ、でもどっちも中途半端だけどね。
初めですよ。じゃあマスター、あの一番のすごく言っちゃっていいですか。はい、あの夜遅くに来ると、はい、ここのスナックのママが降りてきて一緒に飲めるっていうのはおすすめだそうです。それおすすめですか。ええ、これおすすめ。普通ならこっちからママそうとこ行かなきゃいけない、4000円ぐらい取られるのに、はい、ママが来ると4000円ぐらい使ってくれるっていう。ちなみに何歳ぐらいの人ですか。何歳ぐらいですか。そうだね、若いよ。若いので62かな。一番そういうところね、取材するとね、やっぱ上一番上がもうね88ぐらいの人がいますね。え、いるんですか。うん、いますよ。でも元気で。これはやっぱりスナック街なんですか。もう隣も隣もスナック街。はい、うん、それと隣はジャズ喫茶。え、ジャズ喫茶、うん、それで2階はもうね14軒ぐらい完全カラオケスナック。なんか突き当たりだけ中華屋さんみたいでした、うん、そうそう、あそこも最近できたところでね、うん、であそこの中華から2階を取るとね、もうほんとセットみたい、昭和の、うん、そうですね、ちょうどね、あの裕次郎の世界の昭和30年代のまんま残ってる、うん、いいですよ。ちなみにそのママさんとは仲良くなってるんですか。ここで喋っているまだ噂だけなんです。あ、噂だけなんです。なかなかあのね、来ると多分ね、はい、取られちゃうから呼んでくんないですよ。そうそうそう、マスターだけが幻で、落語家さん手が早いだ、いずれ狙ってるんですけどね。なかなかまだ足も早い、はい、だいぶあの足はどうなんですか。上になるんです、年が。もう熟女好きなんです。もう熟女でも何でも恋で、はい、今度パクリさんと一緒にね。あ、まあそうかな。やめないで、なんかお気に入りポイントとかありました。いや、やっぱマスターですよ。ああ、うん、ありがとうございます。やっぱりね、マスターとかに遊びに来る感じですか。いや、そう、やっぱ話するの楽しいでしょ。うん、いろんなことをね、趣味というか、やってることいろいろあるから、話題が豊富だ。まあここが私のステージだと思ってね。なるほど。落語家さんすれば講座ですよ。そうですね、そうそう。またね、ネタもね、提供してくれるんですよ、うん、ここでですか。いや、ここでっていうか、まあ、考えついたものをね。そう、あ、まあ、そうか、ネタをね、はいはいはい、方もいるっていう、うん、だ基本的にそういう放送作家みたいなこともやってるんですよね。あ、そうなんですか。そうそう、まあ落語もね、ほとんど創作で作ってるけど、誰もやってくんないから自分でやってるだけで、本当はネタを作りたいの。ちょっとパクリカドにネタを打ち込んでやってください。僕はもう十分ですよ。この人と ネタ不足で困ってるんですけど、はたから見てると本人は大丈夫だって言い張るんですけど。大丈夫だよね。大丈夫ですよ。この間は見ていただいた通りですよ。どうですか、ちょっとこう、うん、ダメ出ししてもらっても OK なんですけど、パクリカドで。そうね、この間ね、ちょうどあの豪徳寺の商店街でイベントがあって、うん、で僕が歌って、取材もして、パクリカドでもあのコメディマジックを披露したんですけど、はい、商店街の人が、あの子声小さいねってダメ出しされてました。マイクなかったんですよ、賛同マイクが。あったじゃん。声小さいの意外と致命的なんだよ。そうなんですよ。じゃあ遠かったんですか、ね、もっと張らないとダメだなと思って。ダメ出しされてたよ。あ、そうですか、はい、マイクの位置が分かんなかったです。彼女ですか。女流高男子、あの後輩です。二つ目になったばっかり、はい、料理ができました。これはマスター、これは、はい、こんにゃくの、こんにゃくのステーキ、ステーキ、こんにゃく、こんにゃく入り、しかもこんにゃくで味をつけて、初めて今日は、おやじギャグです。そうそう、しかもね、一緒に食べてる、それをいつ食う、こんにゃく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 、それはね、こんにゃくした時言うな、じゃあ食べてみましょう。うん、おいしい。あの、うん、熱い。これはまあ、じゃあステーキ風に味付けしてある。あ、多分同じ。そうそう、ただこんにゃくは染みないからね、切り込みを入れて味を染みさせる、うん、なるほどね。料理っていうのは前のお店がこう引き継いできてるんですか。いや、引き継いでるものもあるけど、はい、やっぱり飲み屋風にアレンジはしてますけどね。うん、うん、まあフレンチ酒場って言ってますけど、はい、フランス人もね、フランス料理なんか食べたことある人いないんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、うん、日本人だってないでしょ。あまり懐石料理って食べたことありますか。めったにないですね。一緒のうち1回か2回でしょ。フランス人もね、フランス料理は一緒のうち1回か2回。あ、そんなもんなんです、うん、普段はこういう店でね、1杯300円ぐらいのワインを飲んでんですよ。うん、今だとだからね、1ユーロか2ユーロね、うん、200円ぐらいですよね、2ユーロだ、でもね、円高だから、うん、
まあみんな庶民だからね、だから庶民の店、はい、それでフランス人もこういう親父ギャグ行ったり、はい、ね、ダジャレ行ったり、まあ、ウィットに飛んだとか言いますけど、はい、まあそれで政治の話とかするんですよ、うんうん、そういうような酒場をね目指して、だから普通の居酒屋なんですよね、フランス人も庶民は、うん、本当に面白い。料理はどこで覚えたんですか？どっかで修行されたところ？フランスはね、シャルトルっていうね、パリからちょうど1時間ぐらいしたところのね、うん、あの大聖堂がある、うん、世界遺産があるようなところがあるんですが、それがちょうど日本でいうと鎌倉みたいなところですね。それで駅から鎌倉行く、参道にほらいろんな小さい食堂とかあるでしょ、そういうような感じで、あのビストロがいっぱいあるんですよ、はい、うん、そういうとこ通ってって、たまたま感じのいい店見つけて、はい、あの皿やらしてくださいっつって始めたんですよ、うん、もう飛び込みで、すごいじゃないですか、うん、ただでいいからやらしてください。それで3ヶ月やりました。はいはいはい、はい、それはフランス料理を習いに行ったんですか？いや、皿洗いしに行ったそのフランスに遊びに行って、そうそう、そのままこう追いついちゃった感じが、うん、そうそう、うん、それでタダでいいからやらせてくれって言っても、まあ基本でタダってことないからね。もともと世田谷市生まれの世田谷育ち、まあそうという組織がここね、あ、地元の人、うん、ここの保育園からずだから5歳ぐらいの時からこの丸吉で遊んでた。一緒じゃなくて本当に地元の人なんですね。そうなんですよ。バスがちなみにそのウルトラマン商店街はどんな感じですか？こう旗から見てるとすごい盛り上がってる見えるんですけど。そうね、それでそれこそつぶやプロのよく知ってる人が来るんだよね、うん、お客さんが。桜屋さんプロがこの商店街食べたらこうある程度自由に使っていいよってことになってるんですよね。そうそう、うん、銅像が、銅像っていうかあの、うん、ウルトラマンのこう、うん、あれができたのいつぐらいなんですか？あれはいつぐらいなのかな、知ってる？ウルトラマンの銅像、うん、交番の。そんなに昔からはないですよね。最近ですよね、最近、うん、7年ぐらい。やっぱその頃から変わりました、その以前と以後と。まあ全然変わった雰囲気はあるね、うんうん、ただ私なんかは古い店が好きだから、はい、子供の時から行った蕎麦屋さんとか、はい、焼き鳥屋さんとかね、うん、もう有名店は残ってますよ。あ、もう50年経ってもね。あ、そんなに、うん、それ最近のやっぱりチェーン店とかは私なんかはねつまんないからね、うんうん、こういう店でやってるんですけどね。これはツイッターにしてますから。じゃあ取らせていただいて、はい、これはおいしそうだ。これは何ていう料理ですか？名前はセサミミート。セサミミート、セサミ、セサミミート。これもね、50年前成城学園の2階でスナック、小さいスナックで出してた料理を再現した。おお、だからきしめんで作るパスタです。きしめん、うちのみんなパスタきしめんです。あ、そうなんですか？これがうちの特徴。はいはいはい、こっちも、はい、いただきますね。はい、どうぞ。うん、言葉が出ない、うん、初めて食べる味ですねこれ。そうですね、きしめんらしいですよ。きしめんはきしめんですよね、やっぱり。きしめんとこのこれなんていうんですか、このソースは、まあミートソース、ミートソースが合うっていうのが、うーん、ミートだけに合うんだよねそういうことなんかな。じゃあパクリさんもちょっと味わって、はい、どうぞどうぞ。プロのレポーター見ちゃった。いや、自分プロはプロじゃないですよ、うん、あ、全然プロじゃないもん、そう、はい、全然慣れてもいないだから眉毛だけが覚えてますけどね。そうだね、いらない。これですか？あんたもさ、そこそこ世界ボールをやった。あ、なるほど、やっちゃったか。持ってね、人も、まあ、聞いた話や、ね、インドじゃさ、ほとんどあんまり参考にならないと思うんですよ。マンゴージュースで生きられちゃう。いや、僕もでも笑ってください。そして ラッシーでね。ラッシーね。だけど笑っちゃうよね。ひどい、一番熱いって。これは今まで食べたことないようなスパゲティ。僕言ってた。なんか僕に聞いた話です。あれ、おお、あ、これが、はい、それがムツゴロウカレー。カレーね、数えて何種類入ってるか5つか6つか数えてください。はい、めちゃくちゃうまそうです。ムツゴロウがパッとあればいい思う1、はい、どうぞ。そう思っちゃうもんね。あと赤いのに、はい、あとで焼酎もあって、3、しめじ、はい、いいよ、何種類。3、人参、はい、とあとこれ 4ですか？5、ピーマンですかね。5、はい、5らしいですね今日は5らしいです。違う、それカレー粉が入ってんだよ。あ
それ足して6 カレー粉と水も入ってくるんですよ。だそうです。あ、いや食べてください、ムツゴロウ。終わり、はい、熱そうですね。熱いやろ。はい、熱いのはダメなんですよ。ダメなレポーターだな、はい、おい、はい、あ、肉柔らかい。これ何の肉ですか。鴨のつくね。え、今日、あ、なんか、うん、食べたことないような肉の味だと思ったら、うん、鴨の肉だそうですよ、はい、すごい。だってこのメニューにはムツゴロウカレー牛すじカレーって書いてあるのに、うん、牛すじ入ってないの。全然じゃん。ああ、牛すじの代わりに鴨の肉が。気まぐれカレーだっつってんだ。あ、ムツゴロウじゃないんですよ。ムツゴロウカレーじゃないんですよ。そうそう。あ、でもムツゴロウのオーナーが気まぐれがずっとついてるんですよ。ああ、でも貴重かもしれないですね、気まぐれカレーを食べられたっていうのは。うん、ウーロンワイン飲みたい人は言ってください。ウロワニ、なんかティッシュ、ティッシュというのが来ました。ティッシュ、それは個人、ティッシュペーパーじゃない、ティッシュ、ティッシュ、これはティッシュです。はい、あ、美味しそうですね。美味しそうですね。はいはいはい、というわけで料理も、はい、料理もいろいろ、はい、お客さんの方からしたら、はい、お客さんもいる、そろそろ終わりの時間ですか。人生ルーフレンズ酒場、はい、ムツゴロウとマーマレード、はいはい、かなり賑やかですね。そうですね、客席からあちこちから。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。イベント情報とかはブログで、そうですね、ホームページ祖師ヶ谷フレンチ酒場で検索してもらうとすぐバーッと出ますので、はい、ぜひそちらの方を見てもらえば、はい、イベントとか新しいメニューが出てきましたら、うん、9月になるとね、秋になるとやっぱり煮込み料理、うんうん、まあ、ビストロ料理っていうんですけどね、まあ、煮込み料理がね、自慢になります。このお酒飲む場でにしてはレベルが高い料理が評判だ。自分で言うのもなんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングでございます。いい